はい、こんにちは、豆と申します。最弱勇者が行くゼルダの伝説神々のトライフォース、実況プレイやっていきたいと思います。瀕死ですね始めた瞬間瀕死なんですけど、まあ最弱勇者っぷりの前回終わり方をしましたね。この子を外に出すこともできずに、いや話しかけてないのに急に喋り出した。はい、でまあついてくるので、今回こそまだね、一応傭兵さんじゃない、妖精さん2匹いるので、まあ大丈夫だろう。あ、なんで本装備しちゃった、ちょっと待って。使い勝手のいいブーメランにしときましょう。ちょっと時間空いちゃったから、そっか、ドッジロールないんだ待ってくださいね。どうやって行くんだっけ。あれあれ、これ右側に帰らない、これ右側に帰らないってやばいんじゃない。なんで開いてないの、なんで開いてないの。ちょっと無言になっちゃってごめんなさい。なんで開かないの、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 なんで開かないの。そういうこと、焦った、超絶焦りましたね。これもしかしてさ、だよね、だよね、いいよね。でもとりあえずこの子を外にまず出してからの方がいいので、はい、まず、やだ、近い、やだ、来ないで、もういいです。あなたとは戦いたくない。しょっぱなからつらい。モドルドルツールにお尻を貫かれて死にました。よし、出られ、待ってください、そっち行かないでください。ボスを倒せということですね。もしかしてこの後ろにいるのがボスか、もしかして、もしかしてだけど、そういうことじゃないの。ありえます、あると思います。とりあえずまあ行きましょう。もうやだ。このね、ブーメランさん、帰ってくるまでにさ、時間かかるのがね、ちょっと、ね、やばい。急して、ここ。迷子、どうやって行くんだっけ、向こう。これ、降りて向こうに行けばいいんですね。なんかバグってるよ、君。まあいいでしょう。いやー、怖いですね。どんなボスなんだろう。ここで手に入れた力は、あれですよね、重いものが持てるようになっただけなので、瀕死状態です、早速。瀕死ながら、ちょっとハート落としてくれるかな。逃げ足が速いの。全然落とさない。もう知らない、もう知らない、行きまーす。よし、いやー眩しいですよね、だと思いました。はい、のみし、ちょっと思ったんだけど、確かあれですよね、パワーグローブ、重いものが確か持てるようになったんですよね。
っていうことは、ちょっと気づかないで、お願い逃がして。こことか行けるじゃんと思って。ほら、シャーコラ、行けたぜコラ。なんか何か情報を。何もなかった。あとじゃあ、あれだ。カエルさんが確かこの下にいましたよね。なので、目動いてないこれ。これ生き物だったの？あ、でもこっちは目がない。何だったんだ今の。まあ、とりあえずカエルさんに話しかけたいと思います。ゲロゲロ、あんた姿が変わらねえところを見るとただもんじゃねえな。そうだろ、俺はもともとかかりこ村に住んでいたんだ。そういえば相棒はどうしているんだろうな。あんた頼むよ、どうか相棒に代わってやってケロ。頼む、相棒に合わせてやってケロ。相棒、どっかでカエルとか見たっけ。相棒？ちなみにこの人じゃないよね。この人じゃなさそうだよね。逃げるが勝ち。やだ、もうバカ。カエルなんて。相棒、ここは？あれ？ここ行ったっけ？はい。よくない。占って信ぜよう。まあ、995もあるからね。占ってもらっときましょう。はい。お車に。はい。宝箱のことは、闇世界の洞窟に住む情報屋に聞け。はい。どういうこと？闇世界に住む、情報屋？誰のこと？と言ってるのかさっぱりわからねえ。そしたら、この子の相棒っていうのがわからないので、多分元の世界に戻ったらこの子いなくなっちゃうよね。ダメだよね多分。相棒って誰？君のわからないから、とりあえず降ります。なんだろう、的当て屋？行ってみましょう、とりあえず。はいはい、的当て屋でござーい。20ルピーで、はい、やってみましょう。それではよく狙ってどうぞ。待って、弓にしないとダメなんだよね。ここだ。遅い、ちょっと遅いのか。ここだ。早い。本当にリズム音痴だね。知ってたよ。オッケー、来た。ちょっとこの手が邪魔。次行こう。オッケー、来たー。バイバイ。ここはどこかというと、なんかね、うろうろしてたんですよね。表世界の教会があった場所ですね。そこに行ったらなんか変なのがいたんですよね。変な生き物が。いやー、あいつ倒せないからね、とりあえずこのカエルちゃんの仲間をね、相棒を見つけてやろうかなと思って、うろうろしています。はい。20ルピーほど恵んでくれたらいい話を聞かせてやるぜ。20ルピーなんてはした金だよ。ありがとうよ。実はな、この世界のピラミッドの中でものすげえ美人を見つけたんだよ。けどよ、誰かが入り口を塞いちまったんだ。普通の爆弾じゃどうしようもねえって話だぜ。ありがとう。いい子、ほっぺたにチューしていってあげる。あー、いやー、始まった瞬間からピコンピコン動画でね、しかもね妖精さんが一匹ね使っちゃったの。ということで、あ、そっか、このお墓とかが荒らし放題じゃないか。やめて。おら、タフだね。そしてバカだね。
こういうのっていけるのかな。あ、これはダメなんですね。でも、よいしょ。急げんじゃなくて。これでも怪しいんだよね。待って待って。押せる？押せない。これもいつか動かせる日が来るのかな？わかんないですね。怪しい。でも。穴が開くような音がしないけど、怪しいぞ。爆弾を使ってみるべし。怪しいところには。あ、なんか2個置いちゃった。なんもないよ。すっごい怪しいのに。こっちは？これなんか怪しいよね。すべてを怪しむ。何もないの？マジで？超怪しいのに。とりあえずこいつを倒して。ダメか。絶対どれか動きそうだけどな。何も。どうしよう。表世界に行ったら、なんかあるかな。表世界行ってみようかな。ちょっと、一旦、表世界に戻ってみたいと思います。ごめんね、カエルちゃん。あ、待て待て、このフォルムは見たことある。私もしかしてこれで剣が強くなるんじゃないか。多分そういうことだよね。そういうことだよね。やばい、めっちゃ嬉しい。でもこの最弱勇者にとってこの上ない喜びじゃないですか、剣が強くなるなんて。そしてここ怪しいよ。あい、怪しいよ。怪しいんだけど。え？なんで？ほだ、ふんぬん。ダメだね。めっちゃ怪しいのに。わかりません。まだ力が足りないのでしょうか。まあ、とりあえず、これを使いますね。久しぶりに。オカリナを使ってと、こうか。かかりこ村、表のかかりこ村に行きます。いや、この子も一緒についてこれるなんて。そう分かっていたならば、えへいへい。もうね、無駄な殺生はしないでね、進みたいと思います。ここです、ここです。これじゃないのか、相棒って。連れてきてあげたよ。さあ。おお、なんてこったい、相棒を見つけてきたのかい。嬉しいじゃないかい。またうちへ寄ってくれ。その時はあんたの剣ばっちり期待させてもらうぜ。あれ、今じゃないの。今、ありがとう、ありがとう、ありがとう。入って出たらもう鍛えてくれる、鍛えてくれる。お願い、お願いよ。おお、あんたがよく来たね。何なりと剣を鍛える、お願いします。大負けにしておくぜ。10ルピー。ちょっと待って。いや、いいよ。10ルピーなんて。ねえ、はした金だよ。もう100ルピーとかね、言ってくれて全然いいのに。剣を鍛えりゃいいんだな。うん。おいさん、剣をちょいとばかし扱わせてるとこで。寝てねえ。申し訳ねえ。もうしばらく。オッケーオッケー。これ出て入ったらもうできてる的な。仕事が早すぎるぜ、親父さんたち。はい。もう、どれ、やばい、何もできない。どうしよう。剣がないと何もできねえぞ。とりあえずじゃあ探索をしようか。今まで行けなかったようなところがね、この岩を動かせることによって行けるようになりましたので。どこかあったっけ、岩を動か…あ、そうだ、あった、剣がない、剣がない。ちょっと待って、ちょっと、危ない。フックショットいいんじゃない？これは剣の代わりになるんじゃないか。おしおしおし、いいね、いいね、いいね。あ、一回当てたらもう、とっとっとっと、痛い。あ、そう。剣がない。いや、やばい。蜂でさえ今、蜂でさえ狂気だよ、私にとっては今。どこに行こうかな。あ、待って、やばい、行ってよ。剣がないとこんなに不便なんだね。剣が、でも下手くそな剣だね。
え、やばいやばい。こっちの方がまだいい？えい！よしよし。お前も、お前も、よし、いいですね。いいのか？ちょっと待って。どこ行こう？ピラミッドか。まだでも爆弾はあれだし。え、もうそろそろ剣返してくれないかな。えい。ちなみに、ブーメランで、動かない状態はね、当たり判定がなるので、あ、危ない危ない。こういうことができるんですよ。いやー、でも不便だな。これで敵に、敵に音が出て、えい。怖いですね。えい。よし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 、いいね、いいね。ちょっともう戻ってみよう、そろそろ。剣なしの壁がさすがに辛すぎて辛すぎて、このね、葉っぱでさえ切れないからね。えい、いやー、ブーメラン確実に当てないといけないんだけど、それがね、また難しいんですよね。よし、もういいかな。もうそろそろ辛いよ、剣なしが。これで剣がまだダメだから、ちょっとカットして散歩していきます。ほんとに、えい、よし、ほんとに剣がないだけでこんなに苦労して壁になっちゃうんですね。剣があっても苦労してるのに。本当に大変なこった。いい？お願い。おう、剣が鍛え上がったぜ。空掲げてみな。ごまだれー。やった、剣がより強くなった。体の中から力が湧いてくるようだ。もっと鍛えれる？もっと鍛えれる？え、もっといけるんだ。うん、それより強くはできる。あ、そっか。いや、ありがとうありがとう。もう十分ですよ。あ、間違えた。ごめんなさい。よし。ちょっと、妖精さんを取ってきますね。カットー。ということで、私は弱いまんまですが、武器は強くなったので、ボンバーで今度は行きたいと思います。お前は光が嫌いなんだろ？はぁ、魔力がなかった。まあ、いいでしょう。避けながら。立ち止まったらやばいって感じかな。ぽいですよね。感覚は。あ、ちょっと。立ち止まったらやばい。立ち止まらなければ多分大丈夫。よし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 。あとはこれを華麗に避けて。で、こう来るからもう一回、はい、わーって。立ち止まらなければ多分大丈夫。頭か。よし、これはこれ持てる？持てない。やばい。いやー、よし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 、なんとかなんとか逃げれてる。よしよし、こう見ながら避けて避けて当てて。あれ、意外と簡単にできた。あ、でもこれは剣のおかげですよね。剣をレベル3にしたおかげで、なんとか普通に倒せました。妖精さん一個も使わなかったぞ。なんだよ。なんで今まであんなに苦戦してたんだよ。はい、ということで、豆、あなたのおかげで魔族の手から逃れることができました。ありがとう。七賢者が闇世界との、通路を封印するとき、魔族の攻撃から賢者たちを守ってくれたのが、ナイトの一族でした。その時の戦いでナイトの血筋はほとんど途絶えてしまったと。聞いていたんだけど、多分あなたはナイトの血を引く最後の一人。そしてその最後の一人が勇者となる力を秘めていたなんて不思議なことね。あなたならきっとガノンを倒せるわ。ちゃんと聞こえたかしら？しっかり聞こえました。勇者の行く道がトライフォースへと導かれますように、ということで全部回復した。はい。あ、かけらがあと1個で揃う。どっかで見つけたいですね。残るは5か。湖の真ん中。オッケー。
そうだ、一個ね、かけらを見つけたんですよ、どっかで。ちょっと待ってくださいね。そのかけらを取ったら、じゃあ今日は終わりたいと思います。よし。そう。確か。こっち側、そう、これ。聞こえにくいかもしれないけど、剣を振るとき音が変わったんですよね。回復えい。確かこの上にね、ハートのかけらが一つあったと思うんですよね。あー、鳥が嫌だ。鳥嫌い。あー、ルピーじゃない。あー、しかも取れないし、最悪。この鳥しかムカついてやがる。こっちから行こう。見つからないようにと。そう、このハートのかけ、これどうやっていくんだろう。まあ、もうなんか、待って、初めか初っ端から嫌なやつと出会っちゃいましたね。よし、上に行ける。あれ、でもこれ、あ、そっか、これで、間違えた。これでフックショットでこっちに行けるんだね。え、落ちていいのかな。わからない、仕掛けがわからない。どういうことだ、ダメなのか。え、明らかにいけないよねこれ。マジですか。あ、わかった。逆から行くんじゃないのか。山の方から。結局腐った唐揚げを取られただけで、ハートのかけらは取れませんでした。あの湖の真ん中が最後の、最後のじゃない、次のダンジョンなので、こう行って、確か家の近くに裏世界に行くルートがあったはずなので、よし、行きましょう。あ、待って。ここなんだっけ。妖精さんだよね、回復してもらおう。はい、癒して。あー、回復ビンビンだわ。ということで行きましょう。あ、ぶつかっちゃう。そう、ここよいしょ、ペチッとな。あぶな、危な、なんだこのタコ野郎は。はい、ということで、あいつ気をつけないと立て食べられるからね。何度っていうか、お前絶望味わいましたからね。盾を食べられて。よし、あれ、そういえばこのリンクってもう泳げたんでしたっけ。どうだっけ、泳げたんだっけ。多分泳げるよね、大丈夫だよね。おっと、危ない。じゃあここからピョーン。もうちょっとですね。よいしょ。おっと、危ない。ここだ。ちょっと倒しとこう。危ない。ここだよね。どうしたらいいんだ。あ、ちょっと待って、なんか俺。ここっていうのは分かったけど。どうしたらいいんだろう。はいはいはい、入るには、ダメですね。いや、何をしたらいいんだろう。ちょっとわかんないですね。じゃあ今回はここで終わっとって、次回、危んなどうやったらこの中入れるか分かったら再開したいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。